ライトシールドにゴーストを叩いてダブルエントリー。マザーに応答しているネットラストポテブラストパックが直撃。残り時間12秒。ここでスパイスティッチ冷殺メデューサ一致効果。いやクローネス石井たる攻防2を3ネスの位置バレてます。ここでバーンズネス落としている。マチキン1を3。丁寧な試合運びですね。ランプのバース浴場にはクロー、そしてサイトラインにはレーター隠れている。最後はバースだ。ファーストラウンドはまずはアブソリュートジェプター。サイトラインの入り方が非常に丁寧だ。いやめちゃくちゃ丁寧なアブソリュートジュピターですね。これがクレイジーラクーンに対する答えなのか。 B サイトここまたしても中瀬地パラノイアサイトラインに入ってくるのか。あいいブラストパックだ。クレイジーラクーンマジキーをラズ落としている。レータクロートキルが続くか。リオがダブルキルゴーメデータ。残ったら110ワンスリー位置は分かっている。いやーネスだ入っているぞ。マンチキンもサイトラインバースを落としている。ブラストバックでのエントリー。しかしメディスがダブルキルで返している。いちいち交換とはなったか。これで武器も取れて設置もできますね。ただやはりこう仲守りが難しいのもこの B サイトです。レータがエルボー進行しているリオンとレータ対面対決となるか。レータ詰めれないですね。フレンジーですよねあれ。サイトラインに対してパラノイア。これはクローが食らってしまっているか。うおグリキーバース。残り1名。レータをフレンジーでリオン落としている。完璧なタイミング合わせですね。残ったのはネス。ワンオンスリー引いたのはクレイジーラクーン。対して飛んだネスがバースを落としている。強気だ。一気に飛んだ。レータスモークの中で構えている。クローがここはハンターズフィーリーを返すがメディーサーレーターを落としている。ブラストパックでジャンピング。タケジェイがワンプを仕返す。なんだその戦い方は。ガイディングライトビショート強い。タケジェイがゲロ化される。さらにはシーカーダブルキルトリプルキル。クロがマジキを落としている。残ったのはゼファー。スパイクが落ちている。いやワンワンまで持ってった。うわぁという狙いなんですかね。カウンターでのハンターズフューリーを狙っているのか。エルボーを狙っているぞラズ。これ弓矢を構えているぞメデューサ。気づいてない。ここはラズがメデューサを落としてエルボーに進行。パラノイアを返すがレータ丁寧なエイム。80度フリックダブルキル。残り時間14秒で設置完了。ただ前半もシーカーを返しているネスがショートストッパー。ここでショートストッパーを打つ。深いに打ち込むサイトラカレータがドリブルキル。レータも安定してる。いやバースのブーンボットです。パラノイアフッカーに対してアクションをかけている。ここでパラノイア切るんですね。エショートカウボールからのライトバックガイディングライトのカバー回さりラズが詰める。後続だけを狙ったネスのプレー。さらにはリオン浴場からパラノイア。いや前に出てるぞリオン。強引に前に出るネスがダブルキル。リオンも続くセーバーがクローン落としている。残ったのはレータ。返し方完璧。見ましたシーズのプレーです。残ったのはレータスモークルキマンチキン。何も見えてないだろう。これはハンターズフューリーバスにも当たっている。サイトライアマンチキンバースを落としている。ただ先陣が手間を返しているか。これはリオン飛び出る。1位効果。さらにはネス。スパイク設置。そこにはペイントダウン。スパイクを設置。いやマジキがレーター落としている。残ったのはタケジ。ニューラルセフト。おお使っていく。さらにはネスのオペレーター。オペレーター食らっちまう。カーボールガイディングライト。お互い慣れは見えない。黒が両落としている。これは A サイト。ゼファランプだけは死守しているがすでにランプが入り込んでいる。調整ラウンドとはなりましたがポジショニングを多く取っているのはアブソリュートジュピター。ガイディングライトはもうありません。うーんエスのオペレーターも相まってリテイクがしづらいか。このランプを止めないと解除は難しいです。さらには竹地がガイディングライトを構えている。飛び込んでくるクローラズ。ネスは下がるでしょうね。オペレーターここは成功するか。お前ブラストパックを使ったエスケープ。さらにはタケジェも落としている。いや外さない。ただ後ろからラズが迫ってくるぞ。ワープの音は聞こえているでしょう。ヘッドだ足止め。前に出れないが飛び込んでくるラズジャンピン。何も見えていないラズ。これはあまり情報が取れなかった。ただレーター前半落としている。ショートストッパーネス。レーター落としている。4対4でこれは逃げますね。バレたここはエスケープ。ラズがランプから追撃。
いい飛び出し方ですね。3対4。ラズがかなりいいデュエリストをしています。リオンの位置は分かっている。いや、リオンがラズに打ち勝っていく。ショックボルト。ここはリオンエスケープ。だけでリオンを抜いているぞ。カメル気だ。これで設置ですね。2オスリー。スパイクを設置。ポジションはあまり取れてませんが、ショートだけキープしている状態ですか。タケジェ隠れています。サイドライン、ここはクロー。あ、バスシャワー回り込みますね。またしてもワンオンスリーの形。お互いがバラバラにポジショニングを行っていますが、いや、これも先ほど解説した通り、丁寧なピークで情報だけを取って安全にダブルピーク。素晴らしい。来る中、先に入った方が負けますが、ここはラズ。さらにはカーンボール、当たってる。見えているか。完璧です。見ようとしている。ブロー、ラズがトリプルキル。いや、止まらないですね。ラズスポーンのマンチキンを落とします。これは受けてしまいましたね。ペイント弾でゼファーの HP が削られる。さらにはガイディングライト。スパイクを設置。ガイディングライトをフェイクに使い飛び込むが、タケジェを落とすもバースがカバー。残ったのはメデューサ。これで足音となったので、おそらく気づかれたでしょうね。ランプにドローンが。ここでメデューサリアレータルカバー。バースの今のフェイク。いやー、アルティメットのオンパレード。バースのショートストッパー、タケジェがリオ落とす。ゼファーが一瞬返す。発動してる。パラノイアからっている。いや、お互いの画面がすごいことになってる。何も見えないゼファー。こっちもよくわからん。避けるしかできない。ただ生き残ってはいる。確かに生きているゼファー。 B 逃げた。 3-0-3。 そこにはマジキのワイヤーが控えている。スパイカメラもあるぞ。いや、あれだけあったアルティメットがなくなりましたよ、一瞬にして。オブザーバーも大泣きでしょうね、今のは。 3-0-3。マンチキン、サイバーケージを使ってゆっくりとクリアリング。エルボーは取られていないという判断。まずはフッカーに1人。まずは会場を鳴らします。いや、メディウスハーフまで行くのか。ハーフまで行っている。ハーフに行ったのはでかいですね。さあ、2オンする。裏からレーター来ている。さらには解除。メディウサ解除に行っている。解除に行っている。解除成功。いやー、離婚破壊が大きかったですね。最終、はい、おっと、レーターに削られた。マジキはレーター落としている。ホットハンド、ラズが浴場区切って、ここでフリック。なんだそのフリック。さらには続くところ、リオンがラズを落としている。素晴らしいエイム。まだ行くか、リオン。サイドライン、バーストのも打ち合います。トレイブレイザーがバースにかみつくが、裏からタケジェ。スパイクを持ったネスが A ショートからスローで上がっています。バース、うん、ここはリオン落としている。ただしかし、大外からミデューサも来ている。一旦ネスは引くか。いや、侵入されてしまいます。状況不利ですからね。ここでリグロース。バースが回復、ね。ピストルラウンドの回復がかなり大きい。一旦引いたと見せかけて、ネスがスローで進行しています。このランプ勝負、ファーストラウンドの命運を分かちます。ブーンボット。一旦はジャンプいく。ブーンボットを入れて、ランプを取りに行きますか。タケシ。あ、ここでスパイク落ちた。クラシックのヘッドショット。さらにはメディセに対してもヘッドショット。いやー、タケシ顔出せる。おお、ジャンピング。ヒラ君、対してアブソリュートジェクターはスペクター、ジャッジ、ブルドッグ、他二人がフレンチ。おお、ここはスモーク抜き。スモーク抜いた。リオンがレーターを落とします。レーターが詰めていること分かってたんですかね。さあ、ジャッジを所持しているレーターが落ちてしまい、 A サイト、またしても押される。カーボール、いい、カバーが取れない。これラズが、そうですね、カバーしたクローが倒されてしまいましたからね。マンチキンダブルキルに取りましたが、その間にマンチキンがエルボーを取っている。ここで怖いのが、詰められすぎるとスパイク取られます。さあ、シャワー、そして A ショットでの攻防。リオンとゼファーが落とされる。レータ、あー、ショート切って、これ裏を取れるぞ。ダークカバー抜けている。裏を取った。レータ冷静に自分を落とされない。横からはクロー。いいカバーだ。残ったのはマンチキン。最後はバース。パーフェクト。今日のハンターズフィリーが残り1つで上がりそうですが、B 側を狙っています。クレイジーラ君、こうなるとクローが浴場のオーブを取ってというのもありえますでしょうか。クロー1人です。クレイジーラ君はシーカーを使ってリログ、タケジェを落としている。ワンテンポ早かった。ただショーストッパーバース、おー、当たらなかった。ただここはブラストパックとあさって足止めにはなったか。1バレてる。フルオードで強引に粘る。ラズもカバーに入る。ハンターズフィリー、ハンターズフィリー完璧だ。おお、メデューサダブルキル。スパイクを確保。ワンオンツーです。スキャンする。
ここはオールドローン、設置優先ですね。お構いなしに設置。バーサルフの打者とスポンガーからの打ち合い、ここはクローが勝った。ファーストマップバインド、おおシャリコンポイント高かったですね。ラズが飛び出ているぞ。ラズが A ショート飛び出たところ、いち交換にはなりました。 B 詰めてますよバス。いや下がった、一旦引きますね。ただ B メインを取られているという情報はクレイジーラクーン持っていますので、ちょっと警戒をしなければいけません。さらには A ショートの前目、レーターが構えている。ここはショルダーピーク、いや打ち合いに行く。レーター壁抜き、抜いて倒した。そのまま行くのか、前に出る、あえて前出るのか。ここはリオン倒した 3on3 です。さらに裏からは竹地、スパイキャリアが落ちてしまった。これはどうする。 A ショートバスフレンチ挟まれる形、これはバレてますね。お互い無理はしません。最後はバス、うん、B サイトを狙っているのはクレイジーラクーン。そろそろ B の壁が壊れる。バス、ここはメデューサを落としている。いや中央を取り返しているぞ。ゼファーの裏を取っている。バースレイターとキルが続く。さらには竹地フラッシュを食らっている。ダブルキル、トラス打ち合う。ここはマンチキン、いや竹地のカバーだ。あ、ちゃんとカバーを用意してるんですよね。武器を回収します。ここはマンチキンはラークという判断。レーターのジャッジ、一番強いやつ、銃口が見えた途端に火が吹きます。やはりこの武器が強いときはスモーク気をつけないと。さらにはジャッジ、 A ショートゼファーが落とされる。中央を完璧にものにしたアブソリュートできた。でもなんで今ショートにジャッジがいたの分かってたのにゼファー突っ込んだんですかね。 A サイトを取っているので引いた読みでしょうか。かなりもったいない倒され方になりましたけど、いやーちらりと見えたところ4人いました。この人数は無理ですね。3人同時に画面打ってたらパンダルでは抜けないですね。リオンの 1on4、 うーん、さあただリオンはどうするか。これパラノイア、いやー黒は食らってはいなかった。ストパック今回はしっかりカバーつけましたね。ジェファーの HP が少し削られていた。竹地詰めた、竹地がマジか、いちいち効果を強引に取りに行きました。さらにはシーカー、これはゼファーのシーカーです。さらにはパラノイア、いやパラノイアが交錯する。 いいパラノイアですね。ただどこに行くか分からない。ここは A を取っていくのはクレジラ君。そうですね、設置はいけますね。 B ショットにはトレイルブレーター、マンチキンが強引にキルを狙っているか。早めに行く、ただここはリコン打ちってしまっている。早い、いやー取り返し早すぎる。クロー残ったな。メデューサ自分たちが閉めたシャッターが最後は後ろ取った、裏を取っている。これチャンスですね。超ソッパーニューラルセットを打ち込みましたが、素晴らしい対応。いやここは中央 A ショートからもキルが起こっている。どうだろう、 B メイン側でも光線がありました。ラズが落とされて、そこを竹地が起こした状態、マップで同時多発的にキルが起こっています。いやネスのポジションいいですね。ネスが中央を持って、ここは竹地の足音は聞こえているか。A ショットの前目、ゼファーが釣ります。ゼファーがこれで釣ることによって意識がゼファーの方に行きます。横からです。残ったのはラズ、位置は分かっている。いい、ね、ヘッドショット、B側ネス入っている。ブラストパックを使って B サイドランドエントリー。しかし竹地への素早いカバー、ダブルキル、鋭いエイムだ。ネス位置はバレている。竹地へのトリプルキル、残ったのはメデューサー。レーザーが A ショットから落としていきます。 B が若干削られます。おっと、ビービーブラストバック早いぞ。ジャッジでのエントリー、カメラが間に合わない。これが日本一のレイズ使いですね。ただレーター A ショットでメデューサを落としている。だがゼファーも開けてはいない。クロを落として中央での攻防、飛んだの待った。リオン、ここはレーターをしっかりと落としてからスパイク設置。冷静ですね。2対4です。マップを広く取れているのはクレジラ君。ようやくこれでもう一つラウンド取れそうですが、中央の打ち合い、マンチキン、ここはラズを落とします。バース、これはセーブですかね。クレジット状況的にはクレジラ君を削る。ヒットバック、あーこれで B 見に行くの。おー、裏にいたメデューサ、抜いたのがメデューサというのもまた美味しい。なおかつマンチキンの HP も削られています。詰めてるかどうかを確認しますね。ここはうまく位置も視認できていません。
さらには前目、レイドラーペレーター。こうなってしまうと3対5の人数状況はかなり苦しいですよ。バースも引きで守ります。A ショットピーク、ここはリオンが落としている。ピークに対してしっかりとヘッドショット合わせていきましたね。レイドラーペレーターダブルキル。この置きの安定感が凄ましいんですよね。レイターは外しません。 A サイトを一人で守っているにもかかわらず、クレイジーラクーンは攻めきることができません。いや、ここはしゃがんピーク飛び出し対応した。さらにはネスボーレーター落としているぞ。 A サイト取り返したクレイジーラクーン。 A ショートも取れているリオン、まだいくか。ここはクローを返します。ネスのワンオンツー。ちょっとこれでネスに負担が集まりましたが、ただ位置が分かったので、あえてこうぐるっと回るような動きだって一応できる。ここはリコンボルトヘブンに対して打ち込みました。クロー1オン2だと詰めてくる可能性が高いんで、そこを警戒してますね、はい、ヘブンした。1オン1、1オン1どうだ。ペイントダウン、足元。いやー、勇気のペイントだ。ネス、ここは避けて勝っていった。ここもパラノイアにスローオブと、うん、だからマンチキンが A 面から A ショートを抜けているか。タケジ落としている。タケジ落とした。黒、ここはカバーを入ります。これリオンの位置バレてるはず。今見られましたね。そうですね、ジャンプでまず見られましたね。ここには2人待っている。またしてもその負荷がすごい。いや、クレイジーラクーンは A 面を詰めているぞ。クリアリング、ネスが黒を落として4対4まで持っていきました、うん、A 攻めやめましたね。中央マンチキンのショーティー、ショーティーダブルクル。いやー、美味しすぎる。ショーティー、おっと、竹下が抜けているか。これには気づけているんでしょうか。レータが落とされます。いやー、今のショーティーで一気に流れが変わりましたよ。ワンオンフォーです。さらにはオールドローン警戒されている。リグロースで HP 回復、警戒をしてのダブルピーク。うん、ここは存在が気になるところです。ここは B メイン、竹下が対応した。B サイトを取られてしまいました、クレイジーラクーン。さらには竹地、バリアオーブが続く限り竹地が B メインから覗きます。マチキンが1キル取り返すも竹地の我慢、ブワッとキル。一瞬抜けるタイミングでした今の。残ったのはネス。これはネスも慌てて逃げるしかないか。ここはただ武器は持っていません、スペクターしかない状態。いや、今竹地のキル恐ろしかったですよ。恐ろしい M、 一瞬しか見えてなかったんですよ。一瞬見えただけですよ。タケジェ、うん、さらには中央もワイヤーのみ。ガイディングライトで確認した。かなり局地的な守り方。ラズ A ショットからのエントリー、パラノイア返している。ヘッドショットダブルキル、リザレクション、リオンがフルオート。なぜ勝てる。残ったのはレータ、位置も分かっている。待ち構えるネス、クロー、ダブルキル。いや、裏からはメデューサ、 B メインの裏に飛んでいますが、レータはさらにハイミット。逃げられないぞ。マンチキンが出そうとしている、うん、クローのハンターズフィーリー。リオンの裏取り間に合うか。ショーストッパー、素晴らしい。バースがゼファーを排除、さらにはマーケットダブルキル、リオンがダブルキル、ワンオンツーです。レータの位置は分かってはいません。レータの位置がつかめない。11本目アブソリュートジュピター。なおかつあえて前に出ました。さあ、クレジラ君はアルティメットのもう誰ももう上がっていない状態で、フルパイではあるんですけれどもっていう、何かその攻めいう癖もね、しっかりとアナリスト見てるはずです。またしてもレータがネスを落とします。すごいですね。そしてフロムザシャドウでこの位置飛び切った。これ音聞こえてないですよ。ここだとどこに飛んだか分かりませんよ。さあ、メディーさん、 ね、ここは死人できたが、 A ショートに対してパラノイア、 A 側に対してこれはフェイクなのか本命なのか。クレイジーラクーンも寄り切ることができません。レータ、レータが荒らす。こうなると A 中で抑えるリオン次第になるぞ。リオンパラノイア飛び込んだ、キルが取れない、避けられる。いやー、1キルの前か。1キル1交換では足りない。
さらにはレーサー、キルを重ねます。決まるか。ショートバー、これは決まった。